今日午後、佐賀県と長崎県の県境にある会場で、プレジャーボートが転覆し、一人は救助されましたが、一人が行方不明となっています。消防や今里海上保安署によりますと、今日午後1時半ごろ、佐賀県唐津市と長崎県松浦市の県境にある高島飛前大橋の沖合で、プレジャーボートが転覆しました。三十代の男性は救助されましたが、 40代の男性が行方不明となっているということです。救助された男性は意識はあり、唐津市内の病院に搬送されたということです。現在も海保の船が出て捜索が続いています。